はい、今回はシェラカップ風にしたマッコリーで、炊飯をしてみようと思います。アルコールストーブでね、ちょっとやってみようと思います。ヘアキャン動画なんですけど、バーナーだと火力調整とか簡単でいいんですけど、ちょっとね、面白みが足りないので、ちょっとぐらいはこう、なんかリスクがあった方が、また外で外飯する時なんかもアルコールストーブで炊けるようにしておいた方がいいので、ちょっとアルストを使ってやってみようと思います。どちらもキャンドゥのですね、吸血仕様と六血仕様のアルストです。で、2つ、クッカー用意してますけど、向かって右側はですね、吸い物を飲むために、置いてるだけです。で、左側の方が、シェラカップ風にしたこちらですね、はい、マッコリーコップになります。で、ちょっと重たい荻野屋の焼き物の蓋を乗っけて圧力をかけることで美味しく炊飯ができるかどうかやってみようと思います。米はもう水に浸して1時間以上、炊き込みの素も混ぜてます。はい、で、右側はキャンドゥのこれは、何度か燃やしてしまってるんですけど、大丈夫です。これハンドルがですね、熱くならないように、皮を巻いて、その上から綿の糸をぐるぐる巻いてるんですね。で、綿の糸がどうしてもね、アルコールストーブの炎で燃えることがあるんですけど、内側の皮はですね、簡単には燃えないので、大丈夫ですね。はい、で、リッドに取っ手をつけたもの、まだ新しいんですけど、こちらを使ってやっていこうと思います。やっぱこれついてると蓋の開け閉めが簡単でいいかなと思います。左側の方はですね、アルコールスタンドを使ストーブスタンドを使ってますけど、これはあれです、火力がちょっと強すぎると弱火にしたい時にできないので、スタンドを入れて炙ってます。右側はですね、もう火力調整できないんですけど、まあ、単に吸い物なので、どんだけ沸騰しても問題ないので、こんな風にしてます。はい、実際左側はもう沸騰してですね、グツグツ言ってるので、ちょっと弱火にしようと思って、このミニ粉ふるいですね、これをかぶせてます。これかぶせることで、だいたい炎がですね、3割から4割ぐらいになるので、熱すぎなくて、アルミの熱伝導性のいいクッカーなんかでもご飯が焦げないんじゃないかなと。はい、でもう完全に沸騰してるんですけど、めっちゃ重たいこの荻野屋の焼き物の蓋が乗ってるので、しっかり圧がかかってると思います。美味しく炊けるはずですね。もう右側のリッドの蓋見てもらったらパカパカしてますけど、これがもう本当にいい比較動画です。はい、沸騰したら軽い蓋だと開いたり閉まったりしちゃうんですけど、荻野屋左側の方はですね、もうがっちり押さえてて、蓋がカパカパずれたりすることは絶対にない感じですね。で、お吸い物長谷園を作っていきます。もう言わずと知れたお吸い物ですね。私名古屋に住んでるので、何かあればすぐ味噌、赤味噌とか八丁味噌で味噌汁を飲む癖があるんですけど、お吸い物の方がですね、炊き込みご飯とかには合うような気がしますね。あんまりこういうこと言うと名古屋の人に怒られそうなんですけど、名古屋のとんかつでもですね、おでんでも、まあ、サラダなんかもですね、大抵味噌をつけて食べる癖があるので、私もそういう食べ方好きなんですけど、今回は長谷園でいきます。はい、もうお湯も沸いたし、火も消えてますね。蒸らしの時間を待ちました。
なんかですね、なんかあの表面はですね乾燥してるんですけど、鍋底の方はちょっとベタベタしてる、そんな感じですかね。ちょっとあのいただいてみようと思いますけど、不気味な炊き上がりですね。お吸い物は美味しいんですけどね。わかりました。なんかですね、なんと言えばいいんですかね、あのまずくはないんですよ。完食したんですけど、相性なんですかね。なんかね、ご飯を作って食べたっていうだけで、なんか楽しさが全然なかったですね。これはダメでしたね。なんか普通にあの台所で調理して食べた方が良かった感じです。ちょっと普通にですね、炊飯をしてみましょう。荻野屋の蓋使わずに、以前みたいに、ちょっとシェラカップのリットですね、セリアの。これで普通に白米を炊いてみました。そうするとですね、なかなかいい感じなんです。何なんでしょうね。表面もツヤツヤしてるし、鍋底もなんかべちゃべちゃ全然ないし、これはいいですね。パラパラした美味しい感じですね。多分これだと、もうまずいわけがないということで、言っちゃいましたけど、まあ、本当にね、これはいいですね。相性ってあるんですかね。ご視聴ありがとうございました。